とうとう魔女っ子ちゃん一人旅最終章。世界の命運をかけた死闘もついに完全決着です。お、さすがのヨウムンも緊張しておとなしいですね。ソシャゲしてんのかよ。ついに。アバカムでドラクエ3の時系列を完全破壊し、物語序盤から一気に闇ゾーマに挑戦するもデータ消失。しまいには687億分の1の確率に打ちのめされた魔女っ子ちゃん一人旅もついに最終章。今回波乱万丈すぎでしょ。ついにたどり着くラスボス、ゾーマ戦。二章の反省から光の玉を持参し突破口を見出すも、下手したら32兆分の1の天文学的な数字に。分母が国家予算。HP65000 にしても全く無意味、誰も踏み入らないゾーマ撃破最低限ラインについに踏み入る。今企画我々は、魔法使い一人で FC 版ドラクエ3をどこまで歪めて全クリできるか大検証。一章では、装備なし魔法使い一人でアリア半大陸でレベル40まで上げ、アバカムでピラミッドなど全カットしてレベル99、力255解禁でボストロール撃破。続く2章では、あえてランシールバグを解禁し、カンダタ戦から一気にオーブ集め、バラモス戦をすっ飛ばし、闇ゾーマに挑戦。しかし最強装備、道具、HP999 解禁ですら、闇ゾーマの自動回復、圧倒的攻撃に与えたダメージゼロのまま完全敗北。3章では一度ルールを完全リセットして再開。開始1分でいきなり物語に積みながらも、理論上 100% 勝てないヤマタノオロチ戦で力の種解禁。バラモス戦では HP999 にしてなんとか4章にたどり着いたのでした。今企画のルールは以上の通り。現在3章終了時点で上記のうち、力の種、命の木の実の2つのみ解禁となっています。本当に積んだと判断したら、ルールを1つずつ解禁して、魔女っ子ちゃん1人で最も少ない解禁での全クリを目指しましょう。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると。我々も嬉しくて今企画最後まで頑張れます。それでは世界を牛耳るのはゾーマさんか、それとも魔女っ子ちゃんか、運命の最終話です。前回バラモス討伐後、ゾーマの宣戦布告を受けた直後から再開。見てください、大臣なんてこんなにハゲちゃってますよ。ゾーマさんもなんて恐ろしい攻撃を。いや、頭はもともとっすよ。二章ではランシールバグで一気にオーブ集め、バラモス戦を飛ばしたので光の玉が取れずに、闇ゾーマの自然回復と圧倒的なステータスを破れませんでした。なので今回は真面目にストーリーを進めて、光の玉を使ってゾーマを弱体化させてなんとか突破口を見つけ出します。光の玉とは、ゾーマさんの闇の衣をこの世で唯一剥ぎ取ることができるアイテム。多くの美少女を脱がせてきた我がチャンネルでも、ゾーマ氏だけは光の玉を使わないと脱がせることができません。そして竜の女王は次の生命を残していきたいます。生命の神秘です。無事女王から光の玉をゲット。そしてついにまともにアレフガルドへ向かう時がやってきました。ここギアガの大穴に飛び込めば、我々が2章で苦渋を舐めたアレフガルドです。え？ここの大穴底が見えないんすけど。こんなところに飛び込むの？そういえば2章では異空間から飛んだからこの穴は初めてですね。大丈夫ですよ。下でスタッフが受け止めてくれるから。アトラクションかなんかなの？じゃあ一緒に飛び込みましょうか。ちょ、まだ心の準備が。せーの。うおお。ちょ、ヨウムンそっちは。くっさ。そっち下水のマンホールですよ。飛び込む穴間違えちゃってます。そしてギアガの大穴から落ち、アレフガルドで最初の街、ラダトームを目指します。アレフガルドに入ってからのストーリーは一度2章でやっているので今回は軽めに行きますね。まずラダトームの城で太陽の石を回収。あれ？両サイドの炎の中に何かありますよ。お、これは焼き芋ですね。いただいていきましょう。ホクホクです。続いてはメルキドの南、精霊の祠へ。ここにいる妖精さんが重要アイテム、雨雲の杖をくれます。ちなみに雨雲の杖は戦闘中に使うとマホトーンの効果です。前回と違って今回はランシールバグではないので、ルーラで船の近くまでひとっ飛びです。最近なんでもないようなことが幸せなんだと気づきました。続いては船でアレフガルド1の温泉街、マイラへ向かいます。いつものように温泉近くで妖精の笛ゲット。そういえば我々2章で温泉があまりに狭すぎるって文句言ったじゃん。そういえば、まさか営業妨害で訴えられたとかじゃないよね。実は温泉改装してくれたみたいよ。え、マジ？じゃあ早速行ってみましょうよ。って狭？全然変わってないんすけど。いや、広くしたんじゃなくて深くしたんですよ。え？こんな感じに。誰がこれで OK 出したんだよ。溺れちゃうでしょ。マイラの面積を取らずに客を収納できる画期的なアイディア。マイラの人は頭悪いんすか？客をなんだと思ってんの？てかどうやって二人で入るの？こうやって入ればいいでしょ。なんで私が下前提なの？それでは早速。ああ、ゆとりがあっていいですねー。次はルビスの塔へ。最上階で聖なる守りを要求。今度は聖なる祠へ。虹の雫を手に入れ。最後は雫をゾーマさん家の玄関先で使用。これでついに4章にしてまともにゾーマの城へたどり着きました。ゾーマさん、今度はデータ消さないでくださいね。興奮して怒るとすぐ床叩いてフリーズさせちゃうんだから困ったちゃんです。
2章でも触れましたが、ここから大魔神さん連戦が始まります。前回2章では HP が素の486だったので本当にギリギリの大苦戦を強いられましたが、今回は命の木の実をすでに解禁して999にしてあるので苦戦は全くしません。大魔神は力が雑魚的トップの200ですが、メダパに2弱耐性なので使って同士打ちを狙うのが大前提。その間に力でリスクを減らしておくのもポイント。ちなみに魔女っ子ちゃん一人で戦闘をする場合のお話です。またこの魔女っ子ちゃん一人での大魔神戦は本編の合間のサブストーリー企画で丁寧にやりましょう。3連戦終了です。一旦町まで戻って回復させてから最新部まで向かいましょう。現在解禁しているのは力の種と命の木の実のみ。これからこの回復手段が一切ない状態で手下3人衆に勝ち抜かないといけません。言うまでもなく、途中で回復しに戻ることはできません。戻ったら最初からやり直しとなってしまいます。まずはじめのキングヒドラさんのステータスは以上の通り。HP は550、完全2回行動でメラなどに完全耐性。なので魔女っ子ちゃん必殺のメラゾーマなどは一切効きません。そして恐ろしいのが毎ターン自然回復で100回復しているということ。なので毎ターン100以上のダメージを与え続けないと永遠に倒せません。とりあえずスカラで守備力をある程度上げておいてダメージを減らしつつ、バイキルトで一気に叩いていきましょう。アイテムを解禁していないのでもちろん回復手段は一切ありません。なのでどれだけ少ないダメージで勝ち上がれるかが最も重要。もうだいぶスカラでダメージ減りましたね。ほとんど効いていないのでここから反撃に転じます。スカラで守備力上げたのはいいんですけど、キングヒドラが炎吐いてきたら意味なくない？そうなのよ。これやったことある人ならわかると思うけど、キングヒドラって炎吐くときめっちゃ連続で吐いてくるのよ。吐いてくるときと吐いてこないときの落差が激しすぎる。でも今は全く吐いてこない戦闘でしたね。HP719 を残してキングヒドラを見事に退けました。続いてはバラモスブロス殿。ブロスさんのステータスは以上の通り。HP は450と低いですが、攻撃が激しい炎、イオナズンなど最強クラスの威力のものばかり。また自然回復で50回復、高い守備力など相当な強敵です。それではバラモスブロス戦の開始です。リメイク版では最大3回攻撃してきますが、この FC 版では2回までしかないのが救いかと。作戦としてはバイキルトをかけてとにかく殴りまくること。本来ならルカミで守備を下げるのがかなり有効なのですが。残念ながら道具、呪文含め、魔女っ子ちゃんではルカミ系の手段を持ち合わせていないのが現実。なのでこんな感じに相手の HP が低いところをついて、一気に短期決戦で仕留めてダメージを食らわないのがベストだと判断。なんとかバラモスブロスさんのテンプルを打ち抜いて KO。しかしすでに HP は残りたったの195。お気づきの方も多いかと思いますが、最後のボスはあの攻撃力最強のバラモスゾンビさんです。バラモスゾンビさんのステータスは以上の通り。攻撃力は闇ゾーマを除いてトップの360。しかし守備も素早さもゼロという尖ったやつ。攻撃は1回、自然回復は毎ターン50です。2章でも何度も触れましたが、先ほどのバラモスブロス戦でいかに HP を残せるかが鍵。絶対に必要なことは、まず戦闘開始直後にあの凶悪な攻撃力を封じるために、スカラで守備力を上げまくるということ。で、そのスカラを上げ切る前にやられないように十分な HP を残しておかないとダメなのです。でもこれどう見てももう積んでるでしょ。守備力上げ切る前に潰されちゃいます。死んでしまいましたね。回復手段がないとゾンビ当たりが限界でしょう。仮にブロスで十分な HP を残せたとしてもゾンビを倒し切るのは相当難しいかと。どっちにしろゾーマには 100% 勝てません。なのでここで3つ目の解禁、やはりここは回復手段である道具でしょう。命綱は賢者の石です。2章の時と同様に、アイテムを解禁して重要になってくるのは賢者の石。回復量は力の盾と同じなのでどちらでもいいです。アイテムで解禁して使うのはぶっちゃけこれ一つで十分。むしろこれ以外いらないです。作戦は各ボス戦でまずスカラやバイキルトで十分準備をしておいて、その後 HP を全開まで回復させ一気に倒すというもの。ある程度ダメージを与えて、倒す直前に何度か賢者の石で回復させても問題ありません。でもあんまりもたつくとどんどん自然回復で回復していくのでそこは注意が必要。そして HP856 残してバラモスブロス戦へ。これ実は2回目で、この前に1回賢者の石使ってブロスたち3連戦に挑戦してるんですよ。その時に衝撃的な事実が発覚しています。実は魔女っ子ちゃん今装備解禁してないから素っ裸ですよね。だからバラモスブロスの激しい炎とイオナズンなんかが無耐性で、大ダメージ食らうから全く賢者の石の回復量で追いつかないという。だからブロス戦で回復させようとしたら絶対ダメ。ヒドラ戦で倒す直前まで回復させておいて、ブロスは一気に倒す。そして十分な HP を残してゾンビに挑まないとこの3連戦で勝機はありません。なので何度かやり直しています。HP387 は十分かと。スカラさえ十分にかければ、バラモスゾンビは最も楽な相手と言っていいでしょう。攻撃は打撃しかない上1回攻撃。スカラで守備力上げ切ればダメージは1桁も多くなります。問題はその守備力を上げ切る前にどれだけこちらがダメージを食らうかという点。
ゾンビの攻撃力は闇ゾーマを除いてトップですから。でももうダメージは40切り始めましたよ。もうここまで来れば安心ですね。もう負けはありません。これから守備が上がりきった後、前回まで回復させてからバイキルトをかけて一気に倒しに行きましょう。最後は HP を計算しながら、倒す直前でまた HP を全開にしてとどめを刺すのも忘れてはいけません。守備マックスになりました。ちょっとここから HP を全開にするまで賢者の石を使うのに時間がかかるので、8倍速で行きます。賢者の石の回復量は75から94。なので999になるまで結構大変。お、HP も全開まで来たのでここから攻撃開始ですね。そういやバラモスゾンビさんって骨だけになってるけどどうやって動いてるんすかね。なんかこないだのゾーマさんとこの健康診断で痩せすぎって注意されたらしいよ。そりゃそうでしょう、皮すらないですもん。だから気にして先週からバラモスさんが経営してる魔界スポーツジムに通い始めたらしい。筋肉つけるために。筋肉つくんすか、あの体。肉自体ないように見えますけど。今ゾンビの HP がもうギリギリくらいなので、こちらも回復しながらできるだけ HP 全開で倒そうと調整してるところ。HP967 での撃破、まあ上出来でしょう。賢者の石を解禁したら3連戦は十分突破することができます。さて、4勝にしてついにまともに最終決戦へ到達です。ついに光の玉を持ってゾーマさんまで帰ってきました。2勝の惨敗からここまでどれだけ長かったことか。ゾーマさんのステータスは以上の通り。光の玉使用後は HP などは変わりませんが、攻撃力は320で550からだいぶ下がります。そして守備力も200で300からかなり低下。自然回復と2回行動はもちろんですが、実は耐性は闇ゾーマの時よりもずっと上がってデインケイとルカミ以外は全く効きません。しかしステータスが下がった今、突破口を死に物狂いで見つけないと後がありません。2勝とは異なり、まずは戦闘初っ端で光の玉を使う必要があります。この光の玉、今は先制行動で使えましたが、実際闇ゾーマの方が先行する時も多々あります。その時は闇ゾーマの攻撃は完全ローテーションなので、1ターン目の吹雪、マヒャドを食らってしまうのです。そうすると、せっかく HP をゾンビ戦で回復しておいても、100以上減ってしまうため勝利が一気に遠のきます。どれだけカツカツかは、この戦闘を見ていただけると嫌というほどわかるかと。そしてまずはバイキルトで与えるダメージを2倍にしていきます。しかしゾーマはどういうわけか、こちらがバイキルトを使おうとするタイミングでよく凍てつく波動を使ってくるんですよ。でも今は偶然にも高校攻撃になったのでやっとバイキルトに成功です。さてどれくらい効くのか。150。あれ？闇ゾーマさんにもバイキルトのダメージって150くらいだったから全く変わってなくね。ほんとね、守備力は100下がってるはずなのになんでだろ。つまり自然回復入れると毎ターン50のダメージ。凍てつく波動が来たらバイキルトをかけ直さないといけないので、そのタイミングで無条件に100回復されます。だから50程度では凍てつく波動が来たらチャラにされる可能性大。しかも HP 1023あるから、50ダメージでは19回攻撃しないと倒せない。1ターンにおけるゾーマからのダメージは、見た感じ100から200以上くらい。つまりこっちは耐えても10ターンもない。だから計算上、勝てるわけねえだろ。与えたダメージは244。あまりに絶望的すぎます。ちなみに賢者の石での回復量では全く回復できません。もう力、HP、道具の解禁だけでは 100% 勝てないです。じゃあまた解禁ですか？いや、まだです。久しぶりに頼もしいまだです。せっかく道具を解禁してるんだから、あれを使うしかないでしょう。でもなんかあったっけ？薬草ですよ。え？何を今さら？薬草の回復量じゃとても。いや、我々にでなくゾーマさんに使うんですよ。気迷ってんの？有名な話なのですが、薬草をゾーマに使うと1から255の範囲でダメージを与えることができます。だからワンチャン薬草で250以上のダメージを出し続けたら倒せるんじゃねえかって。2周回ってバカなんすか？夢見すぎでしょ。ちなみに薬草は6個しか持つことができません。光の玉は絶対いるのと、賢者の石もそれまでの3連戦で必須となるので外せません。ゾーマ戦前に石と薬草を持ち帰るというようなことは一応ルール違反としておきましょう。あくまで道具は本人が持てる数だけとします。で、魔女っ子ちゃんの道具欄はこんな感じに。てかそもそも全部250とか出たとして、この6個でゾーマさん仕留め切れるの？それは後でちょっと計算してみましょうか。まずは薬草を使ったらどんな感じにダメージ出るのか見てみないと。光の玉を使って早速薬草を使ってみましょう。果たしてどれくらい効くものなのか。49とか絶望的ですよ。自然回復で全部チャラになっちゃいます。いやまだ1個目ですよ。まだまだ5つ残っているのでどうなるかわかりません。それでは2つ目を。今度こそ250くらいは。33とかもう諦めろと言ってるようにしか聞こえません。おかしいですね。1から255の間だからもし均等に全数字が出ると仮定すると、景気よく250以上ダメージが出る可能性は約43分の1ほど。意外と低かったですね。そりゃ100いかないダメージが連発してもおかしくないわ。てか今のところ1回もまだ100すら超えてないんすけど。
ちなみに今までゾーマさんに与えたダメージは自然回復のせいでゼロです。もうこの作戦絶望的すぎるでしょ。唯一いい点とすれば、凍てつく波動が来ても何も恐れることはないというところだけか。もう残り HP 的に次が最後になるかも。最後くらい景気よく250とか出してほしいんだけど。結局一度も100すら超えることはなく、与えたダメージもゼロのままという。まあ正確には自然回復ってターン終了時らしいから、最後の薬草のダメージは効いてはいるんすけどね。当たっているか確実ではないですが、薬草のみでゾーマを倒せる可能性を計算してみました。自然回復分を入れて、250ダメージが出たとして1ターンで150ダメージ。最後の1個は自然回復前のダメージになるので250と仮定すると、6発全部250以上出せば1000に届くくらいになります。それでもギリギリやないっすか、てか届いてないし。あくまで目安なのですが、250を5回出して、248以上を1回出さないと HP1023 に届きません。1から255が均等に出ると仮定すると、確率的には約34兆分の1となる計算に。分母が昔の国家予算みたいになってますよ。そんなの当たるわけないじゃないですか。なので皆さん、どうやら計算上薬草作戦はまず無理みたいです。なので不本意ながら打つ手がないのでここでルール解禁をいたします。今度はこの装備がいいかなって。しかしただの装備解禁だとなんとなくお察しのようにまず勝てないでしょう。なのである超重要装備を使います。最強装備はこれまでの章で何度も出てきた、威力の杖、水の羽衣、星フルーデは。そして今回は最後の戦いなので、ある兜を取りに行きます。まあまともな最強装備ではまず勝てないので。そんなすごい兜ドラクエ3にあったっけ？それは般若の面。これは呪いの防具なのですが、守備力がなんと規格外の255。なんと。しかし常に混乱状態になってしまうのですが、この一人旅において混乱しても戦闘で普通に行動できるので問題ありません。そんなにいいものなんで今まで使わなかったんすか？実は困ったことに、装備したら移動中に道具や呪文が使えなくなり、扉すら開けれなくなるらしい。冒険できねえじゃねえかよ。その通り。しかも呪いを解くと消滅するので、本当に使いどころが難しい防具。ちなみに打撃を受けても混乱状態は治りません。だからこそこの最後の最後のタイミングまで取っておいたんですよ。ジパング東の洞窟で般若の面をゲット。これで最強装備は揃いました。ここで呪いの防具を装備する注意点ですが、般若の面の前に星フルーデワを装備しないといけません。先に般若の面を装備してしまうと、星フルーデワが装備できなくなってしまいます。なので順番が非常に重要。そしてこれが最強装備でのステータス。守備力は圧倒的な422、むしろこれくらいないとゾーマに太刀打ちはできません。これでゾーマさんの一番の脅威である打撃を封じれるはず。さあ、ついに世界の命運をかけた最終決戦の幕開けです。それでは今までにないくらい装備を固めてきた魔女っ子ちゃん。これで勝利の兆しすら見えなかったら正直もう絶望的になってきますよ。見た目は混乱していますが、こちらが一人だけなのでちゃんとコマンド通りに言うことを聞きます。まず焦点となるのが般若の面を装備したことによって、ゾーマさんの打撃のダメージがどれくらい減ったのかというところ。さあどうだ ?40 代。以前は普通に130とか平気で効いていたのでこれは相当硬くなってますよ。見てください、魔女っ子ちゃんが動くたびに服の隙間から見えるあの鋼鉄のような腹筋を。もう8つに割れちゃってますね。あれではゾーマさんのボディーブローもそうそう効かないでしょう。それと水の羽衣を装備しているので、攻撃呪文とブレスが3分の2まで軽減できます。なので防御面はかなり改善されたのではと。でも賢者の石での回復は基本しない方がいいです。もう回復してる間に相手も100ずつ回復していくので振り出しに戻るだけです。なので勝つ気で行くならもう一気に仕留めるくらいじゃないとダメ。これ見てて分かってきましたが、1ターンでのゾーマさんからのダメージはだいたい100くらいですかね。今300ほどダメージ積み重ねましたが、凍てつく波動が来たので100回復されます。バイキルトをかけないととてもじゃないですがダメージ与えられないので。また凍てつく波動来たー。もうバイキルトをかけた瞬間に凍てつく波動使ってくるのが本当にいやらしい。今残ったダメージはおそらく100ほど。もうだいぶ振り出しに戻っちゃいましたね。そしてもう魔女っ子ちゃんの HP は100もない。どうしようもねえなこりゃ。ここで心を折りに来たー。魔女っ子ちゃんお疲れ様です。やけくそになってバイキルトなしで殴ってるじゃないすか。結局与えたダメージは450ほど。しかし耐えたターン数は13ターン。こちらのダメージは100は効くので希望がないわけではないです。突破口は必ずあります。もう相当な回数般若の面つけて戦っています。でも何度もやるうち大体突破口が見えてきました。まずこちらが1ターンで受けるダメージは平均100前後。こちらのバイキルトありでのダメージは大体160から240ほど。なので与えるダメージの平均も100前後です。平均100ってことはこっちが耐えられるターン数って10ターンくらいでしょ？与えるダメージも100なら同じくゾーマさんの HP1023 も10ターンくらいかかるってこと？そう。正確には1ターン目はバイキルト使わないといけないのと、最後のターンは自然回復入れないので200ダメージくらいで、トントンで10ターンって感じ。だからめっちゃギリギリで倒せるか倒せないかなのよ。
で、もちろんこれはゾウマシがいてつく波動を一回も使ってこないのが大前提の計算。10ターンってことは最後のターン先制したとして除くと、18回分の攻撃で一度もいてつく波動使われないってことなん。まあ計算上はね、倒せるとしたら。でも見ていたらわかる通りこちらの攻撃は250くらい効く時もあるし、ゾウマさんの1ターンの攻撃も70くらいの時もあるからそこで狂いが生じてくるのよ。だから計算通りには絶対いかないから、倒せる可能性は十分あると思う。ちなみに最初に光の弾を使うのも先制行動で使わないと、闇ゾウマの吹雪、マヒャドを食らって HP に余裕がなくなり勝てなくなります。あとちょっとこれも計算してみたんですよ。2勝で戦った闇ゾウマをメラゾウマで倒せるかどうかですが。闇ゾウマのメラ耐性は強耐性なので 30% の確率で当たります。一発170と仮定して、自然回復100も考えて13発ほど倒すのに必要。で、13発連続で当てるとなると、約630万分の1の確率のようです。もう限りなく 0% じゃないっすか。で、今8回目の攻撃、ここまでずっといてつく波動が来ていません。もう HP 残り90じゃないっすか。ここでいてつく波動来てターンロスしたらもうまず勝てないっすよ。やべ、この吹雪どっちだ？危ね。これ威力高い方の吹雪なら終わってましたよ。でもこれで倒せないとどっちにしろアウトでしょ。頼む。倒したー。ついに長きにわたる魔女っ子ちゃん一人旅に終止符が打たれた瞬間。あまりに眩しすぎる姿。もう感動で前が見えません。この感動を早速視聴者の皆さんともご共有して。いや、感動はしないでしょ。してるに決まってんだろ。なんか文句あんのかレイム。力の種、命の木の実、道具、装備解禁。魔女っ子一人でよく頑張ったと思うけど文字で見たら普通じゃね？いや、十分感動ものですよ。もし別の解禁の道を選んでいたらもっと少ない解禁でいけたんじゃね？私の見る限り一番少ない解禁は、力の種、命の木の実、そして HP6 万超えの3つかと。いや、HP6 万もいらんでしょ。だからこの最小解禁3つで本当にゾウマ倒せるのかやってみますよ。このブラック3目。もうおなじみ、命の木の実はここサマンオサ周辺で収穫していきます。これ当たっているか定かではないのですが、我々が調べた限り FC 版ドラクエ3の最大 HP は 65,536 だそうですよ。そんなにあんのかよ。てかどうやってそこまで上げるの？それなんかバグ技とかじゃないの？いや、これやり方は簡単で、ただ表示上の HP999 を超えても命の木の実を使い続けるだけなのよ。だから本来裏技ってわけでもないんだろうけど、この企画においては一応999という枠を超えるので裏技扱いにしていました。で、命の木の実を落とすのはおなじみ、コング殿。ドロップ率は64分の1、そして 65,536 までの必要個数ですが、なんと驚愕の 12,908 となっております。とるわ、コレステロールとかとんでもない数値になっちゃうでしょ。やり方なんですが、もうここはシンプルに持ち物いっぱいの16個に達したら、使って紙に書いていく。これで 65,536 まで地道に目指しますよ。表示が999のままなので現在 HP が非常にわかりにくいのですが、これならいちいち確認しなくてもいいかなって。本来はパーティーアタックとかのダメージで確かめるのですが、HP が3万とか4万とかになるにつれて確認だけでもめっちゃ時間かかるのでやめときましょう。ゾウマ戦などに時間を割きたいので種取りシーンとかは軽めに行きますね。そして現在 HP3 万を超えたところでの種取りです。そして途方もない種取りの旅を越え。なんすかこの魔女っ子ちゃんから放たれるオーラノーズは。いや、見た目じゃわからんでしょ。確かに。でもとりあえず見栄え的に驚いてるふりしときましょう。それが大人ってものです。見た目は999のままですが中身はちゃんと 65,536 になっています。果たしてこの魔王がゾウマの首をねじ切るのか。見た目は子供、中身は大人、その HP が限界突破しているのでもう賢者の石とか全くいらないです。ゾンビからいくら攻撃もらっても999は微動だにしないという。それでは HP6 万超えの鬼神と大魔王どっちが世界を制するのか。で、ここでとんでもない落とし穴に気づいたんですよ。え？ HP6 万超えならゾウマさんなんてケチョンケチョンにできるでしょ。それが HP6 万って魔女っ子ちゃん一人のゾウマ戦であんま関係ないんすよ。皆さんこれまで見てきてわかるように、ゾウマさん相手だとバイキルトは必須です。そうでないとダメージが100を超えずに自然回復で全て相殺されてしまいます。そして先ほどの般若の面の時と同様にいてつく波動が来ると、バイキルトをかけ直さないといけないので、100回復されて永遠に倒せません。でも今回は HP が6万以上もあるから何度でもトライできるでしょ？それが落とし穴なのよ。HP は6万あっても、MP が素の状態じゃん。あ。つまり MP が0になった時点でバイキルトが使えなくなるので負け確定です。じゃあ HP 頑張って限界の 65,536 まで上げた意味って全くないの？その通り。つまりこのレベルの戦いになると、強化できない MP 勝負になってくるみたい。いやー、限界を突破した異次元の戦いになると予想外のことが起こりますね。面白い。面白くないわ。今最後の MP をバイキルトで使おうとしているところ。ここからいてつく波動が来たらもう罪です。てかもうダメージ的に絶対倒せないでしょ。見事にかき消されて罪ました。
こんな感じに MP がゼロになって全く何もできなくなり詰みます。こうなったら死ぬのにも時間がかかるのでやり直し。HP じゃなくて力が 65,536 だったら瞬殺だったんすけどね。ほんとですね。実は MP 以外にも相当厄介な問題がこの挑戦には付きまといます。先ほどの般若の面での挑戦では武器を装備していました。しかし今は種のみの解禁ですので装備は一切ありません。ですので与えるダメージが下がって、現在は120から184くらいの間です。平均してバイキルトを使って一発で約50のダメージ。ゾーマの HP1023 を削り切るには約19ターン必要な計算。ここで気になるのが、ゾーマが凍てつく波動を使ってくる頻度。大体ゾーマの攻撃は、通常攻撃は8分の3、凍てつく波動が8分の2、そして残りの攻撃が8分の1ずつの確率。なので最後のターンを除く18ターン中の36回の攻撃で凍てつく波動が来ない確率は、約30,462分の1。いや、それもう絶対無理なレベルでしょ。でももちろん連続である必要はないし、他にもいろんな要因が絡むからこの確率通りではないです。ダメージとかも平均50ってだけで、20とか30が連続する時もあるから、そういう時に凍てつく波動が来ると4ターン分の攻撃が一気にチャラにされたりして相当きつい。ポイントはこの凍てつく波動が来る時と来ない時の差が激しいから、来なくなるタイミングで一気に仕掛けられるかという部分。来る時は本当に気が狂ったみたいに連続で使ってくるんですよ。猛実はずっとゾーマ戦に費やしている状態。何度もこの挑戦していますが、未だにこの HP999 の表示が変わったところを見たことがありません。今まで全部 MP0 による罪での負けのみです。今74のダメージを与えました。しかしこの凍てつく波動のせいで先ほどの74のダメージはチャラです。凍てつく波動が来ると連続で使ってくることも多いのでここは注意したいところ。今せっかく68ダメージ与えたのにまた凍てつく波動で回復されてしまいます。凍てつく波動が連続で来ないことを祈るばかり。おそらく今の魔女っ子ちゃんの最高ダメージであろう84を与えました。お、連続で今度は64のダメージ。ここでゾーマさん凍てつく波動を使ってきません。またも最高ダメージ84を記録。でもこれまで何度もダメージを与えては凍てつく波動が来ていたので、実際ダメージがちゃんと蓄積しているのか不安がよぎります。先ほどのダメージも30と小さかったので凍てつく波動で一気にひっくり返されそうで。あ、まさか倒したー。見事力の種、命の木の実、HP6 万超えの3つの解禁でラスボス、ゾーマを撃破に成功。これ映像で伝わったかわかりませんが、HP6 万なんて全く関係なく相当きつい挑戦です。最小解禁も達成してこれでやっとみんなで一緒に打ち上げに行けます。いや、まだです。おい霊夢、表出ろや。ここで終わったらそこら辺の幼稚園児の遊戯と大差ありません。どんな幼稚園児？これで倒せることはわかったけど HP6 万もいらなくね。え？本当に最後の最後、最低解禁で最低 HP いくらでゾーマ討伐できるか最終検証です。ゾーマ撃破最低限レベル検証？このゾーマ最低限レベル撃破挑戦についてですが、あくまでゾーマ単体に対して最低解禁、最低 HP を検証しています。3連戦の時点では賢者の石を使って HP 全開まで回復させています。ゾーマさんに対して HP6000 で挑戦し、倒せたら5000、次は4500と順に下げていって、最大 HP どのあたりまで下げても倒せるかを検証。簡単に言うと、先ほど説明した凍てつく波動が来ないタイミングで、連続なら約19ターン攻撃を当て倒す。これをいかに HP がなくなるまでに持ってこれるかを競う感じ。この挑戦では HP に限りがあるので、ゾーマからの攻撃を可能な限り低いダメージでやり過ごす運も追加されます。実は HP4000 あたりで1回倒せたんですが、両運が録画ボタンを押し忘れるという大失態をやらかしてしまう悲劇がありました。大体ですが最低ラインとしては HP4000 台くらいだと思います。めっちゃ運が良かったら3000台いけるのかな？わからないですが、これ最低ラインめっちゃ検証しづらく、どうしても大体になってしまいました。ここに新たなドラクエトリビアが生まれました。魔法使い一人で FC 版ドラクエ3を全クリするには、最低限力の種、命の木の実、HP4000 台あればいい。それではまた来週。大波乱の魔女っ子ちゃん一人旅いかがでしたか？次回は、ドラクエ6、7、一切攻撃せずにあるボスを撃破できるか大検証、です。お楽しみに。